アルフォンス・ルグロは、フランス生まれで、後年イギリスで働いた、画家、版画家である。フランス中部のディジョンに会計士の息子に生まれた。ディジョンの美術学校に学んだ後、地元の肖像画家、ニコラールドの弟子となった後、1851年に、装飾画家の文書の工房に入り、教会の装飾画の助手を務めた。6ヶ月ほど働いた後、パリに出て、プチエコールに入り、 彫刻家のジュール・ダルーや、オーギストロ・ダン、版画家のアンリ・ファンタラ・トゥールらと共に学んだ。フランス国立高等美術学校の夜間コースでは、アメリカ出身のジェームズ・マクニール・ホイッスラーと親しくなった。彼が学んだ教師には、ボア・ボード・ランラがいる。1857年に、父親の肖像画でサロン・ド・パリに展示が認められた。この頃から、エッチング版画に強く取り組むようになった。 写実主義の画家、ギュスターブ・クールベの仲間となり、彼の水彩肖像画も描いた。1862年、約1年間のスペインの旅を行い多くのスケッチをして、後の多くの作品の元になった。帰国した後、創立間もない、フランスエッチング版画家協会に入会した。協会は、エッチング版画を出版した。1864年に、 イギリスで活躍を始めた友人のホイッスラーの招きで、イギリスに渡り、ロンドン、ワトフォードに住んだ。1864年に、イギリス女性と結婚した。サウスケンジントン美術学校で版画を教え、1876年には、エドワード・ポインターの公認として、ロンドン大学のスレード美術学校の教授に、任じられた。1881年に、イギリス市民権を得て、 17年間教授の職を務めた。影響を与えた芸術家にはチャールズ・ホルロイド、チャールズ・シャノンやローゼンスタインらがいる。1880年にイギリスにヘッチング画家、版画家協会の創立者の一人となった。ありがとうございます。